どうもこんにちは、宣伝部長の小市です。今日は大津綾香外交問題ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、つい先日ですね、ライブ放送をやらさせていただいたところですね、この大津綾香さんの台湾外交問題に、かなり興味が集まったところがあったので、今回はこの件について改めて、問題点についてやっていきたいというふうに思います。で、問題はですね、台湾でちょっとやらかしちゃったぐらいだったらいいのかもしれませんが、なんかこう尖閣の方の式典の方にもなんか祝辞で行かれるので、無難なことを普通に言ってくれればいいと思うんですけど、行かれるのは大津綾香さんの代理で明戸さんが行かれるようですけど、代読という形になるので、実質大津さんが言ったことになるみたいな話ですけど、そこでね、なんか、ちょっと一番心配してるのは、尖閣問題はないっていうのが、なんて言うんだろうな、日本国の立場だと思うんですけど、問題を認めるような発言をしてですね、なんか起きなきゃいいなっていうのはちょっと個人的に思っておりますが、はい。というわけで、とりあえずやっていきましょうか。はい。で、本題に入る前にですね、ちょっと立花隆さんの動きといいますか、最近はですね、代表権騒動の問題というよりは、松本人志問題に突っ込んでは、はい、終わりみたいな感じのことをやってたと思うんですけど、その問題に絡めて、大津綾香にいじめられてるんですとかですね、もういじめられてお金がないから、なんか、バーでバイトしなきゃいけないんですみたいなことを言ってたと思うんですけど、もうそのバーのね、宣伝みたいなことを先日、された、ツイートに対して、とある方がですね、この年でアルバイトもっと能力があると思ったが、このまま行くと桜が咲く頃まで持たないね、みたいなことを言われて、それに対して、私がアルバイトしてるって本気で思ってる人がいることに驚いてます。冗談通じないのね、わら、ということでね。はい。というわけで、中には信じる人はいるだろうなって思ってましたけど、でもやっぱり、でも一応ね、その大津綾香にいじめられてるんですっていうのが逆に言うと、何割かにはそのまま伝わってるんじゃないかってことですかね。一応立花さんのなんて言うんだろう、こう見た目で言うといじめられてるんですって言ってもいじめられてるように見えないから、これはなんか誰にも伝わんないんじゃないかなとちょっと思ってたんですけど、ひょっとしたらこれ人によってはそのまま伝わってる可能性があると。中身を知ればね、いかにひどいことしていたかっていうのは分かってもらえるとは思うんですけどね、大津綾香さん側がですね。はい。というわけで、こちらはですね、台湾在住のね、吉野さんという方が、大津綾香さんがこう台湾に行かれた、なんか選挙ツアーみたいなことですよね。で、なんと、国民党選挙本部にてみたいなことで写真を撮られて、後日すべて YouTube で公開しますっていうんですね。これが本当に心配でならないんですけど、いずれにしても、特に、この、旗ですよね。を持つ形で国民党の選挙本部にて、写真を撮ったという形で、この人何も分かってないんだねと。N 党関連のポストは、ロム線だったけれども、台湾在住の12年の私は見逃せない浅はかっていうことですよね。全然勉強してないだろうというところですかね。だから、これだけ見ると、その国民党を応援しているように見えるっていう感じですよね。で、これっていうのは、結局、中国とうまくやりましょう派と言いますか、こっちになって、多分ですけど中国に飲み込まれるんじゃないかとも言われてるわけで、日本とかアメリカの立場で言うと、ここじゃない政党の方ですね。今回の選挙の結果を先に見た方が分かりやすいんですけど、はい、今回の選挙はね、国民党の方ではなくて、民進党の方が当選したということで、3期連続政権へというところで、一応親日派と思われる方が、そっちの政党の方が当選したというところで、日本としてみれば一安心みたいな状況だとは思うんですけどね。はい、ただ、こちらの毎日新聞さんの記事においてはですね、野党候補に60万票差ということで、結構離れてるのかなと思いきやですね、前回の2020年の選挙においてはですね、817万票をこの政党取っててるんですよね。だからこれがですね、265万票差だったということで、圧勝だったわけですよね。それが今回第三勢力みたいなのが出てきたというのもあるとは思うんですけど、ですね、今回当選した民進党ですねが330万票で、その次の国民党ですね、オツさんが応援しているように見えるような写真を撮ったところが、270万票を取っていると。で、さらに第三勢力がですね、226万票ということでね、すごい形になってますね。ちょっと私も台湾問題そんな詳しい方ではないので、その話は一旦置いとくと、日本と違ってなんかこう、緊張感があっていいなと思いましたね。いつ自分の政党が負けるかもしれないっていう状況のもと、戦っていると。そして投票率もめちゃくちゃ高いですしね。はい。それくらい今、緊張感があるような状況であるっていうのを、示唆してるんでしょうけどね。台湾の情勢がね。はい。ということで、逆に言うと日本は未だ平和なんでしょうけど、今後危機が高まるとともに投票率も高まったりっていうのが、この状況を見てると推察されるかなっていうふうに思いますと。で、そんな中においてですね、はい、国民党の、前で、旗を持って、写真撮影と。で、さらに別の人の証言によるとですね、おそらくこの旗を持って、今回勝った民進党の方にもこれを持ったまま歩いてったということで、日本の国政政党の党首を名乗ってる人物がそれを持って歩くことがどういうことなんですかみたいな形で、結構これやばいっていうか、しかもこれ後で YouTube 出すって言ってるから、この様子が流れたらどう切り取られるか分かったもんじゃないわけですけど、本気で出す気ですかねというような状況だというふうに思いますと。はい。で、さらにこちらはですね、多分、スレッズの方で大津さんに対して、これ大津さんなのか、スレッズなのかな。で、大津さんにいろいろ言ったところですね、ブロックされたということで、いつも見た光景ですよねって感じで、現地に住まれてる、台湾に住まれてる方の助言を、無視っていうか、聞くどころかブロックというところでございまして、はい。さすがね、みたいな。さすがみんなで作るとみたいな、みんなで作るんだみたいなね。はい。それは自分のこと、言うことを聞く人間と一緒に作るように見えるっていうのは、こういうところにも表れてるかなというふうに思いますと。はい。で、さらに、吉野さんの方で、今回の、大津さんの行動について、5回に分けてかな。分かりやすく説明されてるんで、それをそのままご紹介するとですね、個人が台湾のどこの党を支持しようと自由ということで、実際台湾在住の日本人で国民党支持者もいると。はい、でだから旗を持って写真を撮ったら親中派をご本人が支持しても OK っていうことですかね。でもし党首ということならみんなで作る党ですねは国民党を支持しているという理解となり政治利用されても文句を言えない。まさにその通りですよね。これがねいろんな日本の政党ありますけど政党の党首がこんなのあげたらね大炎上ですけどね今んとこまだなってないのが奇跡レベルで逆に言うと大津さんは党首としては本当の意味においては認められてないのかもしれないんですけどそれは日本人だったらまだこういうのがわっと出てきた時に説明してなんとかなりますけどこれ海外にバーンってこの写真だけが流されて日本の国政政党の実は党首でみたいな期待の女性の党首でみたいなこと書かれちゃったらどうなりますかみたいなことですよね。はい。はい。で、2つ目ですね。こちらも大津さんのインスタの方のストーリーですけども、現地調査では国民党への期待が高いような印象を受けています。タクシー運転手の6人のうち5人が国民党支持ですっていうことを、日本の政党の党首を、国政政党の党首を名乗る人物がおっしゃってますという感じですね。はい。で、これ、タクシーの運転手は国民党がほとんどです、だそうですね。だから、それは支持してるのは国民党になるよねと。で、観光業界だからですと。で、民進党は台湾への中国人の入国を制限してます。だから、彼らは景気が悪くなったのは民進党のせいだと思っていますというところですかね。だから、観光客を入れないように、してる。から、逆に言うとタクシー運転手もやらないということになるんですかね。はい。いずれにしてもですね、偏った情報で判断しており、これが市場調査とは言いません。まさにそうですよね。大学のサークル活動の一環で、ちょっと見学に来て、インスタ女子がアップしているような内容なんですけど、だけど、これ、一応、登記上といえば国政政党の党首がですね、こんなことを垂れ流してるっていうことは、もう利用されるじゃん。で、はい、さらに3つ目ですね。これもスレッズの方かな。大津さんが、とにかく言ってます。驚いたのは中国から攻められたらどうするのかという聞くと無血解除しかないけど正直攻めてこないと答える人が多かったと言ってると。で9月に中国が衛星を打ち上げた際初めての防空警報が鳴り、国民党支持のまた国民党ですね支持者の多くが与党である民進党の選挙戦略だと怒っていましたということ等々ですね。はい。まあそういったいろんなことが書かれてるわけなんですけど、はい。で、民進党支持者からは国民党、民衆党の代表は経験が足りないから任せられないと、一応こちらの声も一応は紹介してるって感じで。でこれ何なんでしょうね。何がいいその、まあいいや。で、この辺ですね。そこら辺にいる人に聞いたらみんな攻めてこないって言いますよ、わらと。で、国防の情報が集まり、それを知ってる上層部の人たちは危機感を持ってますというところですね。はい。で、台湾は国の緊急を洗うと政党が政治利用に使うなどという低民度ではありません。私が最も頭にきてるのはこれですということですね。はい。だから、ある種国民党の方の意見ばっかり聞いてるから相手にとって不利なことを言うみたいなのをそれを垂れ流している状況にあるけど、本人的にはそうは思ってませんっていうところなんでしょうね。はい。はい、続いて4つ目で、何年か前の市長選において台北のバーベキュー場で隣が強烈な国民党支持者ですね。大津さんが今回ね支持しているように見えるようなのいくつか挙げてますけど、でそれに私たちは気づかずみんなで写真を撮ったということで、それは分からずってことですね。国民党支持者とは分からず、一緒に写真を撮ったら後日 Facebook に日本人も国民進党を支持してますとポストされ、でそこに同席した国関係の仕事をしている友人が慌てて火消しに入ったということで、だから、正直このレベル感で、利用されて問題になるわけですけど、はい。そんな中で一応国会議員2人を擁する登記上の党首、国政政党の党首はですね、こういった形で国民進党応援みたいな写真を上げてるわけです。そういうふうに見える写真をね。で一部ね、大津さんの支持者の意見見たんですけど、民進党のところでも写真撮ってんじゃんみたいな、いや、そういうことじゃないでしょ。切り取られて利用されるということですよね。大津さんが全く何も考えてないように見えるのは、それはなんかこの界隈見てる人はわかるけど、でも、全く大津さんなんて知らない人の方が世の中多くて、でも、肩書きとして日本の国政政党、11ある国政政党の中の一つの党首がこうやって応援してますって利用されるじゃん。一般人ですら利用されるんだから。はい、でさらに、いうことで台湾に住んでいる日本人は発言や行動に非常に気をつけているということですよね。はい、利用されないようにということですね。でそれがひいては場合によっては国際問題に発展しかねないということですし、先日もご紹介しましたけど、今までも、国旗問題だけでもあらゆる形で炎上してますからね。炎上っていうのが国際問題になってるわけですから。で、今は TSMC の工場が熊本に来るということで、台湾の選択が日本の経済効果にも大きく寄与し始めています。このプロジェクトも自民党と民進党のおかげですということですね。はい。はい、でさらに台湾人が怒るならわかるけど、なんで日本人は怒ってるんだっていうポストを見かけましたが、台湾で日本人として生きてるからですと。それはそうですよね。で台湾に稼がせてもらってるからということで、特に小さい場所で政治と経済がつながってるからですということですね。そりゃそうでしょうねと。はい。というわけで、この N 信では当然ありませんっていう形で、ということですね。とにかく台湾は状況が違うということをお伝えしているというところですかね。で、これからまた緊張の4年間が始まります。どちらが選ばれても一緒っていうところですよね。いずれにしても、現地で住まれている日本の方々も、かなり気遣って生活されている中において、何も知らないですね、一応国政政党を名乗る党首がですね、ある種私から見ると、支援で一旦辞めるって言ったにもかかわらず辞めずに残っている人間がですね、自分の政党はなんか活動してますよみたいなことのアリバイのためにここに来て、問題を起こして帰っていったかのように見えるんですけど、そういう形で利用されたらね、正直イラッとね、現地の方がイラッとしたっていうレベルで終わるんだったらいいけど、ガチで利用されたらどうすんのみたいな。この後 YouTube 動画も上がるんでしょ。で、場合によって本人が開けなくたって誰かが撮っていてですね、まあその様子をですね、旗を振ってる様子で、民進党のなんか応援にあの旗を持って乗り込んでった、こんくらい応援してるって言われたらどうするんですかっていう、まあっていう話ですよ。はい。というわけで、まあ、こういったまあかなりやばいことをやってるにもかかわらず、まあ、大津さんの支持者の中でね、まあすでになんかほら意見する人はブロックしていなくなっちゃってるんであれですけど、とはいえまあ最低限なんかこう応援ね、熱狂的に応援する人がまずいことした時に、まあ、注意する人はいなくなっちゃいましたと。まあ、だったらせめて黙る感じになるじゃないですか、これね。でだけど擁護は違うくないって、擁護しきれないでしょこれ。だってそのいや明らかにやべえことやってるわけだから。でも擁護をやっぱりやってるとものすごく不自然になるから、その辺はなんかそこまで擁護するってなんかすごく変だよねというふうに個人的には思ってるのと、で問題はここにとどまらずですね、次ね尖閣の方に行くんですよね。はい。はい。というわけで、お帰りになる前に、なんか今度は勝った方の民進党本部の前で、なんか写真を撮ったみたいなんですけど、はい。で、これがバランスになった、撮ったことなんですかね。まあ、一応帰国しましたっていうのが下に書いてあって、で、明日はっていうことですね。だからこれ14日には、石垣市で行われる尖閣諸島開拓の日の式典に、明戸幹事が出席し、祝辞を代読しますと。いうことですね。はい。まあこれは別にいいんですよ。しかもなんでお前らが行くんだみたいなちょっと思うけど意外にしろって思いますけどね。はい。まああと3月までですけど、まあとにかくそれで、尖閣は日本古来の領土ですとね、それはそうですよ。でこの外交問題危機意識を次世代に伝えていくことも小さい若い党として重要だと考えていますってことで、まあこれがやべえなみたいな。なんていうの、日本は、問題という認識じゃないはずですね。はい。もう一回読みますよ、ここね。尖閣は、日本古来の領土です。合ってます。で、この外交問題危機意識を次世代に伝えていきますみたいなことを言ってるわけで、こんなこと言ってるから、もう何を読むんだろうと思って、本当心配で、一応外務省の見解をご紹介しますけど、はい。こちらね、外務省のホームページの方で、尖閣諸島についてね、まあ、こう場所だったり等々がこう示されているわけなんですが、尖閣諸島についての認識ですね。尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも、国際情報も明らかであり、現に我が国はこれを有効に支配しています。まあ、これはだから、まあ、固有の領土ですよねっていう、まあ、大津さんの見解。まあ一緒で、それはいいんですよね。で、したがって尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しませんなんですよ。問題はありませんなんですよ。で、まあ、日本は領土保全するために、まあ、冷静に対応していきますとか、まあ国際法の遵守を通じた地域の平和と安定の確立を求めてますっていう、まあ、こういう慎重な方針を取ってるわけですね。それをですね、一応国政政党、国会議員2人を擁する国政政党の登記上の党首がですね、もう一回ご紹介しますけど、はい、尖閣は日本古来の領土です。この外交問題、危機意識を次世代に伝えていくことも、まあ、ということで、ですね。はい。ということでね、まあ、外交問題って言っちゃって、だから、まあ、この先ほどの台湾問題と、まあ、この尖閣の問題、両方とも、まあ、なんていうのかな、なんか中国側といいますか、中国からなんか依頼されてんのかなって思っちゃうぐらい、利用されてんのかなって思っちゃうぐらいの発言と行動になってるので、まあ、正直、現に慎んでほしいっていうか、さっさと代表権返さないとまずいでしょ、これ。まあ、すいませんでしたみたいな、素人で、なんか分かってなくてみたいな感じで、間違ってましたみたいな感じで、さっさと引いてもらわないと、まあ、本当に外交問題に利用されるじゃん。しかも、これっていうのは、まあ、どっか適切なタイミングでドーンとね、使われるというところになるんでね。はい。まあ、ちょっとね、まあ、本当にきついっす。はい。というわけでね、まあ、もう見て分かる通り、本人は、まあ、そういうの全然分かんないまま、いろんなとこ突っ込んじゃっていて、国政政党の党首たるその、まあ、立場を担えるような、まあ、人間ではないです、明らかにね。これはまあ分かっててね、まあ、工作員としてなんかやってんだったら、まあそれはそれでまた問題ではありつつ、まあ、よくはないけど、その役割を果たしてんだなってことになるけど、まあ、これをよく分かんないままやってるってなると、じゃあ誰がこれを用意して言わしてんだっていうふうにも見えてくるから、まあ、あるいは本人がただうかつなのかもしれないんですけど、まあ、いずれにしてもですね、このまんま本当に彼女が国政政党の党首を主張しながら、まあ、好き勝手やると。でしかもなんか海外旅行楽しかったみたいなことで、まあ、今後もなんかいろんな国に行ってですね、こういう地雷を踏みまくるっていうのをやっていたらですね、まあ、とんでもなく日本に迷惑をかかる行為で、今までは小さな国政政党の中で言うても一部の人たちがまあきつい思いをしていたっていうことで、それはそれ大変だけど、その程度だったわけですよ。まあ、それ自体も国益を私は害すると思ってたけど、限定的だったわけですよ。だけど今回の件はガチで日本にとって、場合によっては、まあ、台湾とか他の国に迷惑をかけるような形でめちゃくちゃ大変なことをされたっていうふうに私は認識をしていて、まあ、非常に認識があまりにもやばいので、少なくともこういう案件には首突っ込むなというのはちょっと強く言いたいですね。分かることだけを、その代表権主張したいんだってすりゃいいけど、余計なことしないで、特に外交問題とかで一切手を触れず、危ない件には手を触れず、自分がやりたいそのサークル活動をやってりゃいいじゃん。本当にいい加減にしろっていうふうに私は思いました。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。